my dear friends, welcome back to another episode of Inspiring Stories, and you will be surprised to meet our guest today. So, Daya Tomiko Sensei, she is a Japanese and she is a Bharatanatyam dancer. Look at this man, I am so proud to be an Indian. Like, you know, our culture has influenced so many Japanese people, and I was quite surprised to find out about Miss Tomiko Sensei, and this is her profile. Let me read it out to you. So Tomiko Daya began studying Bharatanatyam, Odissi, Manipuri and other Indian styles of dance at Vasantmala Indian Institute, Kyoto, in 1977. That was ages back. And then she studied at Gitanjali Academy for Dances of India, the basics of Kalakshetra style. Okay, and then in 1989, she studied Indian dance in Kolkata, Chennai and Kerala. And in 1990, she became a disciple of C.P. Shanta and V.P. Dhananjayan and performed as a solo dancer in Chennai, Kolkata and Delhi to great acclaim. Okay. And then from June 1991, she opened a Bharatanatyam school in Kyoto, Japan. So she actually has a school in Kyoto, Japan. In 2005, she was awarded Natya Purna by V.P. Dhananjayan, which is a hallmark of a true artist of Bharatanatyam. I'm sure it is the greatest award, and I was quite surprised to find her, and I was nervous when I went to meet her. But once I met her, all my nervousness was gone, because I think she is the sweetest person in this entire world. So without wasting much of your time, let's go and meet Daya Sensei and hear it from her. Sensei wa どういうきっかけでバラタナティアを学ぶことになりましたんですか？ナマスカラム。そうですね。私がインド舞踊を始めたのは年齢的に27歳の時です。田舎から兵庫県の海べりの小さな町から京都出てきました。そして都会の生活にちょっと疲れてきました。でその時に体を動かして汗がバーッとな出てくるようになったら自分の心も元気になるかなと思って何か体を動かす場所を探してました。でその時にインド舞踊と出会いました。はい。そしてそのインド舞踊はバラタナティアムです。南インドのねマドラス、チェンナイのところに私の学校の先生は今いらっしゃいますが、初めは日本の先生に習いました。バラタナティアムの一番基礎のタッターっていう中腰になってひたすらステップを踏む、そのステップがとても魅力的でした。私にとってどうして魅力的かっていうと、とってもしんどいステップなんですけれど、体のセンターを知るということが、そのタッターを踏んでいるうちに一番大切な要素だなっていうのが体で感じられました。そしてそのセンターが分かった時には、どんなしんどいこともうまくやれる。センターが分からずにこううろ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 してると、しんどくて疲れやすいけれど、あ、ここさえ掴んどけば絶対に大丈夫っていう、そういうセンターを探す、体のセンター、そして生きる心のセンターっていうものにも、なんか非常にこう哲学的な感じがして、つながっていくのをステップを踏みながら実感したんですね。でこのステップを踏んでたら私の人生は絶対うまくいくとなぜか思ったんです。でそれからずっと今まで続いてます。約40年ちょっとですね、43年ぐらいかな。はい。Thank you.
は田舎、日本の田舎で暮らしてたので、海のあるチェンナイっていうのは非常に魅力的で、海が大好きなので、海べり の, あのチェンナイ市っていうのはとてもなんか私にはいい感じでした。はい、食べ物も美味しいし、そしてなんか物を大切にする心とか、お父さんお母さんを大事に思う気持ちとか、あの踊りの先生を大切に思う気持ちっていうのが、私が初めてインドに行ったのが1990年、89年の12月に行って、90年からあのチェンナイに行くようになったんですけれども、あのとっても人が優しい、そして少し控えめですね、控えめで、こちらが何かお願いしたら必ず答えてくださるけれど、こちらがお願いしない限りはこう出しゃばってこないんですね。なんかその優しさがすごく私にはピタッとハマって、あの大好きな街です。はい。一番好きな食べ物は何ですか、チェンナイの？あのね、ラッサン。ラッサン。まあ、時代の移り変わりがあるから非常に難しい問題だけれど、私たちは体をもらってこの世の中に生まれて存在してますね。体がなかったら魂はあるけれども姿に見えない、目に見えないっていうことは、この世に存在するっていうことは、肉体があるからいろんな働きができる、自己表現する時も気持ちがなんぼあっても肉体がなかったら伝わりにくい、だけどこの肉体があるおかげで歌で表現するか、絵画で表現するか、私のようにダンスで表現するか、肉体というものを大切な道具として自己表現に使っていく、そして自分がだんだんと年齢を重ねていくと、とても体というものは大切なものだなと思えるようになって、自己表現の一番ベーシックなことは体を大事にするということです。体があの思うように動かなかったり、どんなに素晴らしいアイデアを持ってても肉体 の, あの体力が伴わなかったら、なかなか表現しがたいものができなくなってしまいますね。で、早い話が死というものが、肉体が消えますから、表現することがまた何かの媒体を借りないとできない。それをせっかく自分がおぎゃっと生まれさせて、赤ちゃんで生まれてここにいるということは、この手があって、目があって、耳があって、体があって、相手とコミュニケーションを取ることができるということで、現代人は忘れがちなんだけれども、体をもっと大事にしていただきたい。そして体を使う、脳みそで情報は入っても、本当の意味でああ分かったっていう気持ちにはならないんです。体を使って、体の中でしっかりとこう咀嚼して、噛み砕いて自分のものにして、初めて情報というものは自分のあの知恵とか力になっていくんですね。で、そのためにも肉体をしっかりと味方にするということが大事です。で、そのために私の場合はバラタナーティアムというものに出会って、あのそのさっきの言ったタッターダブーで中心を知るということ、肉体の中心を知ると体の機能が非常にうまく働きます。トラブルが少なく働けます。そして心の中心を知ると、生きていくのにどんな困難なことがあっても、辛いことがあっても、帰っていく場所があって、変形しても変形の中の中心はこれだというものをつかむと、またいろんな形に変化しながら自分というものを失わないで進めていくことができる、そういう考え方、生き方の考え方通して、自分の体、バラタナティアムのこのステップというものが本当に体感しながら自分の大切な中心を知ることができました。せっかくね、若者も体力があるんですから、今はで、それを汗を流して、汗が出てくるということは本当にありがたいことで、健康だからこそ汗が出てくる。で、健康でなくなると、だんだん出たい汗が出なくなってきて、体の中にいろんなものが溜まっちゃって、消化不良になって、いろんなトラブルを、あるいは病気になっていく、あるいは成人病になっていくと思うと、このインド舞踊、インド舞踊でなくてもいいんですけど、私の場合はインド舞踊をすることによって体の中を大掃除して、
一見激しい運動なんですけれども、日常的なことを100としたら、100のことを100をしてても成長しないんですね。やっぱり100のところを破って120になっていく、110になっていく、そこに成長というものやら可能性というものやら希望というものが見えてくる。自分を試す、自分を成長させる何か突破口がある。でそのことを私の場合はバラタナティアムのステップを踏んで、バラタナティアムを少しでも上手になりたいな、外国人だけれども日本人の私でも一生懸命頑張ってやっていけば、違った文化だけれども自分の中からバラタナティアムの素晴らしさっていうものをみんなに伝えることができるんじゃないかなと、長年30年40年やってきましたけれども、行っても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 遠い道です。ということはそれだけいろんな魅力を含んだこのバラタナーティアムをぜひインドの若者にもね、自分の国の文化です、自分の国の芸術ですから自信を持って経験していただきたいなと思います。自分の体を使うということ、 100% 燃焼するということが次のステップに上がっていく大きなヒントなんですね。いつまでも不完全燃焼、燃焼は楽かもしれない。100の力を120使うのはハードなワークです。ですけれども、それを破って付き合っていくことによって、その人がまたステップアップして新しい自分をつかみ取ることができる。こんな魅力的なステップをね、ダンスをね、ぜひ経験していただきたいなと。日本人ですけど、バラタナティアム大好きです。ムシカバハナモラカハサワシャマラカルナビランビタタッキッタッタッカ。
った。頑張った。ちょぬ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 った。And I hope you didn't land up with diabetes after this episode because, like I told you, she is the sweetest lady I've ever met in my life. So yes, stay tuned for more such episodes and see you very soon.